はい、ということで、こうきです。今回ですね、久しぶりにちょっとなごみにサプライズ&ドッキリしていきたいと思います。今日の企画は、なごみの単独イベントにコスプレをした激キモ彼氏がサプライズで登場したら、彼女はどんな反応をするのか。はい、ということで、今回カメラマンいつもお世話になってるようこさんにお願いします。で、ちょっと今から今日なごみがジェンティのポップアップイベントをしてて、でそこにサプライズでセーラー機とかキモい変装してちょっと行こうかなと思って、その時のなごみの反応、最近ドッキリとか全然撮ってないんで、それをちょっと見ていきたいと思います。でも時間ないんで早速ちょっとドンキ買いに行きたいと思います。はい、ということで、今阪急梅田なごみがポップアップしてるとこ向かってるんですけど、こちら買ってきました。ドンキで阪急梅田のトイレでちょっと着替えさせてもらうねんけど、マジ激痛すぎて鬼恥ずかしいねんけど、この土曜日に阪急梅田のエスカレーターかエレベーターをセーラー服した女装のガチムチの男が歩くっていう、ほんまにめちゃくちゃ人多いし、マジやばい、どうしよう。まず係員さんに止められる可能性あるから、まずなごみにたどり着くまでに、それがちょっとなんとかたどり着けるように頑張って通っていきます。阪急のおしゃれなトイレ着いたんで、この男子トイレで今から女子セーラー服着替えてきます。土曜日でうんこしたい人多分多いと思うから、もうすぐにちょっと着替えて帰ってくるんで、笑わんといてください。全くもって不審者じゃないんで、行ってきます。やばいですか、これ。センター分け。それで早めにセンター分けで、全トイレから出てきました。でも、いい可愛いですか。バレないですか、これ。バレないですか。いやいやいや。後ろ姿入れます。いや、いけてるよ、全然。足とか入れます。全然いい。なんか、夏の青春って感じ。顔だけ隠しちゃって行くんだけど、ここ今女性並んで待ってるカフェみたいなやつですか。そう、左側のここ第一関門からのエスカレーターで、しかもここビトンとかめっちゃあるんですよ。シャネルとか一回シャネル入ります。これでしかもエスカレーターでこのまま取ったら俺こうする捕まるんですよ。阪急で捕まるって。女の子に見られてますじゃあ。え、女の子。スカートなんか怖いですね。全然綺麗。これ怖いから、あ、こう着て、あ、パターンって見える。見えた。パンツ。10回行きましょう。やばい、鬼恥ずかしい。みんな見てる。ようこさん続けてください。みんな見てるやろ。やばい、おばちゃんとか年齢高いからめっちゃ恥ずかしい。男性トイレが出てきたからね。男性トイレえみたいな。みんな二度見マジでやばい。えって言われた。え、全部俺の方に聞こえる。世界一長く感じるんですけど、エスカレーター富士山より長い。でも時間が止まってる。でも横側と後ろ側わかんない。普通ですか、これ。普通。やったら俺普通に美人な。舐め方が犯罪者なんですよ。エスカレーターで。犯罪者の覗き方してる。いや、いいよ。なんかちょっと学校帰りにコンビニ寄った人みたいな。別に普通な感じですよ。ギャルって感じですよね。そう、こういう感じしてたら。そう。ギャルですよね。ギャル。もうしかも。夏の青春なギャルって感じ。あれ恥ずかしくなくなりました。でもいける。でも9回、あと1回。あと1回ですか。うん、ちょっとギリギリパンツが見えないとこがまたおしゃれ。一番下から取ったパンツ入れる。もうちょっとでたどり着きます。着いたんでちょっと行きます。ちょっと一緒に並びます。隠れて今撮りました。撮ったらでも犯罪です。げてるけど。写真と。お願いします。ポージング指示のサイズ。すいません。バレてなかったですよね。あれはさすが。紛れてました。やっぱ福君女性っぽいから、はい、全然バレない。足とかも全く信じてなかったです。なんか一番今日すごいお客さんっつってね、一番可愛いって言ってましたよね。やっぱ持ってるね。俺もメイク出そうかな。来年とかミスコンとかに高校生がデビューしたミスコンみたいな。あ、出れます。もう主役ガールガード別とか出たら出れますよね。もう出ちゃう。ありがとうございます。バレてなかったっていうことなんで、このままちょっと電車乗って帰りたいと思います。僕そのまま写真撮りますんで。何してんの。ちょっとちょっととかない。ちょっとしかもみんなに振りかぶった。そんなのかわいい。ようこさんに付き合わせてようこさんに付き合ってもらったんや。そうずっと同期になっておってんから一緒に。恥ずかしいでね。死ぬって土曜日やで。もうマジで無理やでんけど、俺こんなんするからちゃうねんほんま。じゃあなんでそれでやったの。勇気振り絞って来てって。お顔ちっちゃいって今日女の子やから。全然バレてないよ。普通の客と思われてる。めっちゃこうくんですかってなって。後ろにさもうみんな見えてる。恥ずかしいねんけど。じゃあよかったらタッチアップしてもらって。はい、すごい可愛いですね。毛量多くて止まらんやろ。汗拭いていいの。汗拭きよ。ちょこっと汗拭きに使えてもらって投げようかなこれ。やめて。コンサートみたいな。これ使えそうテスターで。ここでメイクできるから。テスターが一番好きやね。テスター一番好きなの。曲とかの不動の試食は？試食？うん。試食もテスターしかせん。31試食だけでよ。終わらす。31お店入って試食するだけなの。こういう感じでな。帰っていい？普通に。無理や。汗止まる。汗で全部化粧落ちる。可愛い。可愛いねめっちゃ。そう今回全部ねこことか。でこれとかもさすごいねこれのために。そうここに全部貼ってた。ここでね写真とか撮ってもらえるの。めっちゃ可愛いよね。机とか。いやこうくんとかほんまに JK の子が好きそうやろ。好き？俺の友達めっちゃ来たいって言ってて。うん。JK 友達？一面が。うん。ぶどう狩りの友達が。ぶどう狩り。集合ぶどう狩りで仲いいけどみんなもう JK マジかわみたいに言ってた。言ってて。ちょっと友達と来て。ここで写真撮れるみたいな。これ見たいじゃんみたいな。言ってた。マジで人気やった。これめっちゃレベル高い。ちょっと。今日は3分ぐらいなってるかなと。違う一応これ何がさっきサウナ入ってきたからびっちょびちょのまんまやね。確かに肌のツヤあるもん。びっちょびちょのまんまなんや。これ最初は単独イベントに女装して紛れ込んだら一番ガタイ良かったんですよ。一番可愛いっていうのを噂やったけど一番ガタイ良かった。だってさここさ普通にみんな追ってくれたのに。そうだからあんまり迷惑じゃないようにちょっと時間は後ろにして来ていいけど。みんなどういう話だったの。みんなというかもうだから下のトイレで着替えて下見というか分からなかった。下のトイレで着替えて阪急それで阪急ビトンとかこれで歩いてきて。できんやん。ビトンでカバンだけ買ってこれビトンのやつ。これビトンのやつ。こんなんしてもらっていい。そう絶対したらあかん。見たらがちょっとこう色を。そうということでですね胸ごみのちょっと電気ポップアップ潜入してみました。もうこれギリギリまでバレてなくてこれ大成功ということで。バレてなかった。ということでですね皆さんもぜひデンティのインスタチェックしてください。はいお願いします。次の動画でバイバイ。終わり。でも、尺域